ちょっとマリサ、どうした霊夢？また勝手に私の部屋に入って、スイッチやったでしょ。これ以上私の警告を無視すると、ただじゃおかないわよ。ほう、これは気になるな。ということで今回は中国測量艦がついに鹿児島県沖合の領海まで侵入、海上自衛隊の警告を無視した結果、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2023年9月、四国海軍の測量艦1隻が、鹿児島県沖の日本の領海内を航行したみたいだな。人の領海に我が物顔で入ってくるのやめてほしいわ。ああ、防衛省によると、15日午後7時頃、四国海軍の測量艦1隻が、鹿児島県の屋久島の南東の接続水域を西に向かって航行しているのを海上自衛隊が確認した。台湾に南シナ海に南西諸島に、そして今度は鹿児島沖か。このままじゃ小笠原諸島とかグアムとか、果てしなく領海侵犯を続けそうだわ。だな。その後、測量艦は鹿児島県の口之島の北東の日本の領海に侵入し、およそ1時間半後に領海を出て西に向かったみたいだな。ちなみに四国海軍の測量艦が鹿児島県沖の領海内を航行したのは、今回が9回目だ。鹿児島の海への四国海軍の侵入が続いている。私の部屋へのマリサの侵入も続いているけどね。まあ、最近は鹿児島沖に侵入の目をつけているわけか。背景に何があるのかしら。それじゃ今回は、四国海軍の測量艦の領海侵入について解説していくぜ。お願いね。まず、四国は米軍を近海に近づけない接近阻止領域拒否 A2AB 戦略をとっている。日本列島から南西列島、フィリピンにかけての第一列島線の内側の自由を確保するのが目標だぜ。ああね。米軍を近づけないとかそういう問題じゃなくて、日本に近いてほしくないのよ。まあな。だがこれは、小笠原諸島から米領グアムを経る第二列島線との間で、敵の兵力を撃破する策なんだ。だから、その航路の海底地形などを詳細に測量し、潜水艦船に資するデータを集めていると考えられている。うむ。ウクライナ侵攻の件もあるのに、こんな堂々とデータ集めてていいのか。だよな。そして、水中は電波が届かない。潜水艦を探索する手段などは音響が主体だ。音の電波は海底地形のほか、季節ごとの温度分布や塩分濃度で大きく変わる。常時その海域を観測し、特性を把握するのは水中戦のために重要なんだ。それじゃやっぱり、進行の準備をしているわけね。まあな。日本も米国も定期的な測量は欠かせないわけだが。そして、なぜ屋久島と十島村口の島の間のトカラ海峡と呼ばれる海域を通過するのかなんだが、まず、十分な海峡幅があるのが理由だな。海の幅が広いといいの？ああ。四国は有事の際に第一列島線から外に出る必要があり、トカラ海峡が有効なのは間違いないんだ。他にも宮古海峡などがあるが、いろいろな出口を調べておきたいんだろうぜ。それならなおさら、日本は海洋防衛から手を抜けないわね。そうなるぜ。そんな四国だがもっぱらの焦点は台湾だぜ。台湾を四国は安全保障上、譲歩することのできない革新的利益と言っている。革新的利益という名の、政治的な道具では？当初は台湾、東トルキスタン、チベットの3つだったが、2010年には南シナ海、13年に南西諸島も革新的利益だと言い始めたぜ。そのうち日本も四国の一部だとか言い出しそうではろた。かもな。四国の今の膨張主義的考えは非常に危険なのも事実だ。そして四国の共産党政権にとって、台湾の統一は悲願。何かことがあれば武力に動く可能性は否定できないぜ。ロシアの二の舞になる可能性も否定できないけどね。そもそも、有事になれば、確実に米国と四国の間で争いが起きるでしょ？ああ。そうなれば、日米安全保障条約がある日本は米国と一緒に行動せざるを得ない。ウクライナと同様の危機が周辺国の日本や警告にも迫ってきているんだ。そうなのか。まあ、警告は潔く四国陣営に入っていきそうだけども。それにな、米国のシンクタンクや軍人は、台湾危機は起こるかどうかではなく、いつ起こるかの問題だと口を揃えているぜ。確か予想では2025年だったかしら。ああ。だから日本も国家安全保障戦略を新しくし、初めて国家防衛戦略も作ったわけだ。それにそう形で防衛力整備計画を作り、今後5年間に防衛費を約2倍にしようとしている。もう腹をくくって南西諸島に空母とガンダムを常駐させましょう。エブアも頼むぜ。まあ、危機感がなければ日本政治がこんなことを急にするはずもなく、自衛隊の人員確保を急ぐべきだという自衛隊幹部もいるな。現在、
定員と実員に開きがあり、早急に埋めなければ安全保障戦略や防衛力整備計画の達成は難しいんだ。もっと人員を。こや、お招きの出番ですわ。視聴者の皆さん、今後の日本防衛に必要なものとは何だと思いますか？コメント欄で教えてね。さて、日本防衛に必要なものの一つが、海上防衛力の増強だな。うむ。特に潜水艦部隊が欲しいわね。ああ。水中優勢を確保しなければ対中抑止は難しいからな。そして、米国の軍事戦略は、水中戦における優勢の確保を最も重要な要素として掲げ、原子力潜水艦部隊に大きな期待をかけているしな。海戦は必死だものね。ん？え？私なんか変なこと言った？まあ、原潜は推進力、武器能力双方に豊富な電力供給が可能だぜ。だからこそ、これからの日本の防衛力を考えた時に避けては通れない。うむ。日本も原潜作るか。さてさて、2022年12月22日、沖縄県の南西諸島の沖合で、日本の領海に侵入したシーコク海警局の船2隻は25日午前、いずれも領海を出た。今回の領海侵入は72時間余りにわたって続き、10年前に政府が南西諸島を国有化して以降、最も長い侵入だな。72時間も？まさか、船がエンストこいて洋上で漂ってたとかじゃないわよね？その可能性も否定できないが、第11管区海上保安本部によると、南西諸島の大正島の沖合で、四国海警局の船2隻が日本の漁船の動きに合わせるように日本の領海に侵入。23日午前に別の2隻に入れ替わり、その後、漁船が周辺海域から離れたのに合わせるように、2隻は25日午前10時20分までに相次いで領海を出たということだな。この行動、四国政府なら日本の漁船を監視していただけですが、とでも言うんでしょうね。まあ、今回の領海侵入は72時間45分にわたって続き、過去最長だった今年7月5日から7日までの64時間17分を上回り、10年前に政府が南西諸島を国有化して以降、最も長いぜ。うん。普通に二度と来ないでちょうだいね。海上保安本部は、再び領海に侵入しないよう警告を行うとともに、警戒を続けているぜ。そして、新しい海洋基本計画の策定に向けて議論してきた有識者会議は、四国海警局の船による領海侵入など、日本の海洋は深刻な脅威に直面しているとして、海上保安庁と海上自衛隊の連携強化などを求める意見書をまとめ、岸田総理大臣に提出した。ふみおじゃダメなのよ、ふみおじゃ。政府は、今後5年間の海洋政策の指針となる新たな海洋基本計画を、2023年5月頃策定する方針だな。なになに？海洋基本計画第1条有事の際は移管法や懸念法などの兵装使用を許可するか。んなもん、書いてないぞ。大体攻撃力ゼロだろそれ。あとな、脱炭素の取り組みを海洋産業の成長にもつなげるため、日本の EEZ 排他的経済水域での洋上風力発電の拡大などを図っていくべきだとしているな。そこかよ、風力発電より原子力発電でも作りなさいよ。意見書を受け取った岸田総理大臣は、次期海洋基本計画では、総合的な海洋の安全保障と持続可能な海洋の構築の二つの大きな柱を掲げ、取り組みを進めていくと述べたんだ。風力発電付きの海保基地か。小屋電力不足には強そうね。2022年7月、四国外務省の調律兼報道官は4日の記者会見で、四国海軍のフリゲート艦が南西諸島周辺の接続水域に入ったことに対し、釣魚島とその付属島嶼は四国の固有の領土だと主張したな。うん？ちょっと何言ってるかわからないです。調子は、日本政府が四国側に抗議したことについて、四国艦の活動は正当で合法だ。日本がとやかく言う権利はないと反発したな。ちょ、待てよ調さん。これは海戦の合図ととっていいのかしら？ダメだろ。まあ、ロシア海軍のフリゲート艦も同日に南西諸島周辺の接続水域に入ったが、四国側との連携を問う質問に対しては、それは個人の解釈だろうと正面からの回答を避けたぜ。どんな言い訳なのよ、あんたらはさっさと北方領土を返還しなさいよね。そもそも、四国はなんでこんなにも日本近海に現れるの？日本と友達にでもなりたいの？四国は、南西諸島周辺での石油埋蔵の可能性が指摘された後の1970年代以降になってから、南西諸島は古くから四中国の領土であると主張を始めたんだ。ほう？まさに中華本来の悪徳商人かたぎがゆえか。四国の主張は、四国の古文書や地図に南西諸島の記述があることから、島々を発見したのは歴史的にも四国が先である、
地理的にも C 国に近い、というものだな。だが、本当に C 国が南西諸島を他国より先に発見したとの証拠は何もないんだぞ。そりゃそうでしょ。C 国の古文書は、コピー用紙か何かでできてるのかしら？それ、古文書でも何でもないな。また、すでにあまり報道されなくなってしまったが、南西諸島周辺では、C 国の海警局の船がうろうろする事案が続いているな。お帰りください。というか、海警局って何なのよ？ C 国の海警局というのは、その正式名称を C 国人民武装警察部隊海警総隊というんだ。ん？民間の団体か何か？ C 国共産党の中央軍事委員会の指導により動く組織で、要は海警は軍事組織だ。警察の旗をつけた軍隊か。C 国には一体いくつ軍隊があるのよ。日本は大丈夫なの？このままじゃ C 国にいつか支配されちゃうんじゃないの？それじゃ、実際に侵略行為があった時、今の日本政府はどうするのか解説していくぜ。霊夢も知っていると思うが、過去には終戦直後に条約を無視してロシアに侵略され、北方四島までが敵方の手に落ちた。うん？忘れてたわ。ポツダム宣言受諾よりサンフランシスコ平和条約までの間、日本軍は武装解除したために、日本はロシアに抵抗する術を持たなかったんだ。なるほど。これ幸いとすぐに攻めてきたのか。とはいえ、シュムシ島の戦いで絶望的な退却戦をし、武装解除により兵士たちは捕らえられて、シベリア抑留という結果になってしまったんだ。が、ここで時間を稼げたことで、北海道上陸を防ぐことができたな。ただし、北方四島はこの時からロシアが居座っており、未だに日本に帰ってきてはいないぜ。返しなさいよロシア。いつまで北方四島でピロシキ食ってんのよ。もう一つが竹島だ。警告軍による竹島占領だな。返しなさいよ警告。いつまで竹島で観光してんのよ。というか、竹島を占拠されてるのに仲良くしなきゃなの？同盟破棄するべきだと思うのは私だけ？うむ。視聴者の皆さんもそう思ってるから安心していいぞ。さて、日本で自衛隊が設立された今、過去あったような事例と同じような経緯をたどるとは信じられないが、しかし仮に占領された場合には、果たして自衛隊が有効な反撃、奪還作戦が実行できるのか？という点は疑問だ。うーむ。正直、奪い返すことができなさそうね。竹島は憲法上も取り返すことが可能で、自衛隊の実力的にもそれは可能だが、警告側は一応、軍隊が常駐していないという体にしてある。したがって、日本側はまずは警察が出ていかねばならず、自衛隊が出ていく段階にならないと奪還するのは無理だろうな。ああね。本当なら総理大臣が、警告の大統領にビシッと言ってやればいいのよ。それができたら苦労しないぜ。そして、同様にして南西諸島が奪われれば、それを取り返すことは可能なんだ。ただ、よく言われるのは、民間人のふりをした C 国軍人が南西諸島のどこかに上陸し、実効的な支配を開始してしまった場合に、自衛隊が動けるのか？という議論だな。動けないでしょうね。というか、政府が自衛隊を止めるでしょうし。だな。さて、2022年11月、松野博一官房長官は25日の記者会見で、沖縄南西諸島周辺での C 国海警局所属の公船による領海侵入について、国際法違反であり、外交ルートで厳重に抗議し、速やかに領海から退去するよう強く求めたと明らかにした。毎回毎回、同じやりとりばかりで、日本も懲りないわよね。松野氏によると、この日午前10時頃に C 国海警局所属の船舶2隻が南西諸島周辺の領海に侵入。うち1隻が砲らしきものを搭載していたというぜ。海警の巡視船にまで艦砲を装備してるのか。完全に軍隊じゃないのよ。松野氏は領海侵入を繰り返す海警局の船に対し、常に相手勢力を上回る巡視船で対応するなど、万全の領海警備体制を確保しているとした上で、船舶の大型化、武装化に対してもしっかりと対応できるよう、海上保安能力の一層の強化に努めると強調した。日本にも自衛の自由を、危険な現場で任務に当たる海保の皆さんがかわいそうよ。関係者によると、今回の C 国海警局船に搭載されていた砲の口径は、これまでに確認されていた最大40ミリ程度を上回る、76ミリ砲と見られているぜ。こんなもんバッチバチに戦う気満々で笑うわよ。ねえマリサ、日本に何か打つ手はないの？ジャパンマリンユナイテッド JMU は2022年11月30日、海上保安庁向けの3500トン型巡視船八重山 PL203 の命名進水式を、同社の横浜事業所磯子工場で実施したぜ。海上保安庁の巡視船か。その性能とやら、見せてもらおうか。八重山は、
南西諸島をはじめとする沖縄周辺海域で、領海警備や海難救助といった任務に就くとみられるな。そんな巡視船八重山は、東シナ海の領海警備と大規模事案が同時に発生しても対応可能な海上保安庁の体制を整備するため、2019年度の補正予算で建造が計画された大型巡視船だな。船体の寸法は全長120メートル、幅14メートルで、ヘリコプターを搭載しない。いわゆる PL 型と呼ばれる海上保安庁の大型巡視船の中では最大級になるぜ。Cコクのおかげで、日本の海洋防衛力がどんどん強化されていくわ。かもな。船体後部はヘリコプターの発着が可能な飛行甲板となっており、速力は25ノット以上を発揮する。総事業費は約140億円で、最新鋭の巡視船として捜索監視能力や法執行活動が可能となる規制能力。そして災害対応能力のいずれも従来の巡視船と比べ向上しているぜ。こういうとこにこそお金かけてほしいのよ。GoTo パーティー券とか、裏金トラベルとかいらないからさ。やめろ。普通にやめろ。装備に関しては、ネームシップの都と同じく、40ミリ機関砲を船体の前後に1機ずつ配置するとみられ。これに加えて遠隔放水銃や遠隔監視最小装置、停戦命令等表示装置、高速警備救難艇、複合型ゴムボートなども搭載されるぞ。さあ、C国観念しなさい。もう日本近海を好きにはさせないわ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。